水原、俺と勝負してくれよ。勝負？1対1の差しの勝負だ。あんたが勝ったらおとなしく試験受けてやるよ。勝負ってな、これがおっかねえのかよ。ああ怖いな。下手するとお前を殴り殺すかもしれん。でけえ口叩きやがって。殴り殺せるもんかどうかやってみようじゃねえか。死ね。まだそんな寒いのか。よし、じゃこれ飲めよ。飲めんだろ。先行がこんなことしてもいいのかよ。バレたらこれかな。変わった先行だぜ。着付け薬だよ。でも一杯だけだぞ。いいから飲めよ。こいつは効くぜ。生き返ったか。あ？ああ。奥さんどうしたんだよ。出かけてるのか。ああちょっとな。先生よ。ん？ラグビーって面白いのかよ。ああ面白いな。何がそんなに面白いんだよ。そうだな、まずラグビーは団体競技の中でも一番人数多いんだよ。1チーム15人だからな。その15人が心を一つにして戦うところが面白いな。それからラグビーは格闘技だ。体と体をぶつけ合って相手を倒すためには勇気がいる。臆病者にはラグビーはできないな。それからこのボールだよ。こいつはな、一度地面に落ちるとどっちへ転んでっか誰にも分からん。このボールを自分のものにするためには諦めないで最後までこのボールを追っかける執着心が必要なんだ。途中で諦めたやつのところには決してこのボールは転がってこないな。おい、もう風呂沸いてんだろ。おい狭いけど一緒に入るか。
どうしたんだよ。恥ずかしがることないだろ。俺ラグビーやっときゃよかったかな。水原。先生、俺よ。水原、今からだって遅くないぞ。お前さえその気になればラグビーだって何だってやれるチャンスはいくらでもあるんだ。なあ水原、入るぞ。卒業証書授与。内田勝君。はい。卒業証書内田勝、右は本校所定の課程を修了したことを証する。昭和54年3月13日神奈川県川浜市川浜高等学校校長山城新平。卒業証書尾本照政。卒業証書柏木昇。卒業証書堀井春和。卒業証書水原亮。以下どうぞ。村井浩一君。はい。証書村井浩一。以下どうぞ。いや、今年の卒業式は思ったよりも静かだったな。まったくですな。私はまた一騒動起こるかと思ってヒヤヒヤしてましたよまあ無事でよかった来た。何ですかそれ。さあ。ああ触らないで。ひょっとして危険なものかも。爆弾。まさか。あいつ。あばよ。水原が。信じられませんね。高いもんでしょう。しかしこういうものをもらうっつうのはどうかと思いますな。やあ先生方、どうも今日はご苦労様でございました。どうもご苦労さん。ご苦労さんでした。おお、これはいいものがある。早速乾杯といきましょうか。校長、これはまあまあまあ、そう固いことは言わずに、今日はおめでたい卒業式ですから矢野先生、すいませんが、コップを。じゃあ私も手伝います。先生、やりましたね。あれ、水原君のお礼の気持ちでしょ。
教師として一番嬉しい瞬間ですわ。これはなかなかの上物ですよ。わあ、校長先生、私にもかかってくださいよ。かかりますか。